新型コロナウイルス関係オンライン服薬指導ウェブ説明会を始めます。薬局関係者の皆様におかれましては、県民の皆様の命と健康を守るため、日々最前線でご尽力いただき感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症は本県においても複数クラスターの同時発生、1日あたりの感染者数最多更新など第5波の波が押し寄せており、8月19日からは徳島アラートも最も厳しい特定警戒が発動されております。感染者の急増に伴い、今後は自宅療養者が増えてくることが予想されます。自宅療養者については、医師、薬剤師、看護師等による連携した対応が不可欠です。薬局関係者の皆様におかれましては、自宅療養者に対する処方箋への対応にご協力くださいますようよろしくお願いいたします。自宅療養者の処方箋対応にあたっては、オンラインによる服薬指導や自宅への薬剤配送が必要となります。今回、オンライン服薬指導や薬剤配送にあたってのルールや注意点などを取りまとめましたので、今後の対応の参考にしていただければ幸いです。それでは説明を始めます。はい、説明をさせていただきます。今回の説明会では、米印に記載しているように、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話情報通信機器による服薬指導として、時限的に認められている0410対応について解説をさせていただきます。まず、オンライン服薬指導とは、映像や音声の送受信によって、相手の状態を相互に認識し、通話をすることができるように、できる方法による服薬指導のことを指します。オンライン服薬指導を行うメリットとして、一番のメリットは、調剤薬局での密を減らし、直接接触する機会を避けることで、患者さん、薬剤師双方の感染防止対策になることが挙げられます。また、患者さんの立場では、通院時間、交通費の削減、医療機関での待ち時間の短縮などが期待されています。薬剤師の立場においても、患者さんの都合がいいときに自宅で服薬指導が受けられるので、待ち時間に関するクレームが生じにくくなる、在宅担当の薬剤師が薬局を不在にする時間が減るなど、双方の負担が軽減されるメリットもあります。一方で、デメリットとして、まず患者さんとのコミュニケーションが対面と比べて難しいことが挙げられます。指導内容が正しく患者さんに伝わっているか、吸入や自己注射のように手技が問題なく実施ができているかなど、判断は対面でなければ難しい場合もあります。また、オンライン服薬指導を行う上で、音声や画像が途切れないように通信環境を整えることは必須となります。患者さんにとっても慣れないツールを使うこともあるでしょうし、事前にアプリのダウンロードや登録などサポートが必要になる場合もあると思われます。そして、薬を配送する必要があり、品質に影響しない配送方法を検討したり、配送の料金、配送による患者さんとのトラブルなどについても事前に想定しておく必要があると考えられます。これまで医薬品を処方する際には、薬剤師が対面による服薬指導を行うことが原則とされてきましたが、離島や僻地のような場所における遠隔診療のニーズに対応するために、一部の地域に限定して実証実験が開始され、2020年9月から改正薬機法によるオンライン服薬指導が全国で実施可能となりました。しかし、皆様もご存知のように、新型コロナウイルスの感染拡大により、オンライン診療やオンライン服薬指導のニーズが高まったことを受けて、厚生労働省から時限的にオンライン服薬指導を解禁する0410対応の事務連絡が発出され、2020年4月に当初の予定よりも前倒しで解禁されることとなりました。現状は、図のように根拠となる法制度が改正薬機法と0410事務連絡による時限的な措置の2種類が存在しており、少し複雑な状況となっています。0410事務連絡による対応は、新型コロナウイルスが収束するまでの時限的な取り扱いとされており、現時点ではいつまで継続されるかは未定の状態です。
こちらが0410事務連絡によるオンライン服薬指導の簡単な流れとなります。上が平時、つまり対面で服薬指導をする場合の流れを示しており、下の0410事務連絡による、下が0410事務連絡による服薬指導の流れを示しています。下の流れを見ていただくと、まず患者さんが対面やオンラインで診療を受け、医療機関から薬局に直接ファックス等で処方箋情報が送付されます。これを受けて薬剤師は電話等で服薬指導を行い、郵送で薬を送付します。その後、電話等で医薬品が到着したことを確認し、継続的な服薬指導としてその後のフォローアップを実施していくという流れになります。0410対応については、薬局の皆様にはすでによくご存知の内容かと思いますが、今回は他の事務連絡なども整理をした上で、改めて内容を整理していきたいと考えています。0410事務連絡による、に関するその他の通知については、こちらのスライドにまとめていますので、また参考にしていただきたいです。それではまず、0410対応の概要を理解する上で、通常の取り扱いである改正薬機法と0410対応の2つの違いについて確認していきたいと思います。まず、実施方法ですが、通常の取り扱いでは、初回は、対面で服薬指導を行う必要があり、初回からオンライン服薬指導をすることはできません。しかし、0410対応では、初回からオンライン服薬指導が可能です。通信方法については、通常の取り扱いでは映像と音声両方を用いた対応が必要となり、単なる電話による会話だけでは認められないのに対して、0410対応では電話による音声だけでも対応が可能です。また、上から4つ目、処方箋については、通常の取り扱いではオンライン診療や訪問診療を行った際の処方箋のみがオンライン服薬指導の対象となりますが、0410対応では、どの診療の処方箋でも原則対応可能です。薬剤の種類について、通常の取り扱いでは、これまで処方されていた薬剤や、後発薬へ切り替えたものに限定されていますが、0410対応では、こちらも原則すべての薬剤が使用可能です。最後、一番下、調剤についてですが、通常の取り扱いでは、処方箋原本が薬局に到着してから調剤を行う必要があるのに対して、0410事務連絡では、ファックス等で送付された処方箋情報により調剤が可能となり、処方箋原本は後日薬局へ送付されることとなります。このように0410対応では、あらゆる観点から実施の対象が改正薬機法と比べて広く、より多くの患者さんに対して実施が可能となります。では、0410対応については何でも大丈夫かというとそうではありません。注意点として、初診における留意点が0410事務連絡にも記載されております。それがこちら3つになります。まず、1つ目に、初診の場合、麻薬や向精神薬の処方はしてはならない。2つ目、初診では、患者さんの基礎疾患の情報を把握できない場合、処方日数は7日間が上限となります。そして3つ目、初診では患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、麻薬、向精神薬だけでなく、ハイリスク薬として薬剤管理指導量の1の対象薬剤についても処方ができません。これらの留意点について、医療機関で遵守しない処方が見られたことから、令和2年9月に事務連絡が発出されており、薬局でもこれまでの来局記録などから疑義が生じた場合などは、処方医に要件を遵守しているか確認するようにと記載されております。また、電話等による服薬指導を適切に行うことが困難であると判断して、対面での服薬指導を促すことについては、調剤応受義務に違反するものではありません。続いて、医療機関での処方箋の取り扱いについてです。患者さんが電話等による服薬指導を希望する場合には、処方箋の備考欄に0410対応と記載されます。
また、基礎疾患を把握できていない場合には、処方箋の備考欄にその旨が記載されます。処方箋は患者さんが希望する薬局にファックス等で送付され、原本は可能な時期に送付先の薬局に送られることとなります。自宅療養や宿泊療養をする新型コロナウイルス感染症患者に対する処方については、処方箋の備考欄に COV 自宅または COV 宿泊と記載されます。またこのような対応を行うと、新型コロナウイルス感染症の軽症者等であることを薬局や配送業者さんが知ることとなるため、医療機関から患者さんへ同意を得ることが重要となります。次に薬局における処方箋の取り扱いを説明いたします。医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、医療機関からファックス等により送付された処方箋を薬剤師法や医薬品医療機器法における処方箋とみなして調剤等を行うことができます。薬局は可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、すでにファックス等で送付されている処方箋情報と一緒に保管をする必要があります。ご存知の通り、0410対応により、薬剤師が患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話等を用いて、服薬指導等を適切に行うことが可能であると判断した場合には、実施をしても良いと示されたところです。赤字で記載した患者、服薬状況等に関する情報とは、画面の1番から6番のような情報が挙げられます。まず1つ目。患者のかかりつけ薬剤師、薬局として有している情報。2つ目、当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報。3つ目、患者が保有しているお薬手帳に基づく情報。4つ目、患者の同意のもと、他の薬局からの情報により得られる情報。5つ目、処方箋を発行した医師の診療情報。6つ目、患者から電話等を通じて得た情報。これらの情報を収集した上で、電話等を用いた服薬指導が適切に実施可能かを薬局様で判断するようになります。ただし、注射薬や吸入薬など服用にあたり、手記が必要な薬剤については、これら1番から6番の情報に加えて、受診時の医師による指導の状況や患者の理解度についても考慮した上で判断する必要があります。次に、電話等による服薬指導を行う際の留意点について4点ほど記載しています。まず留意点の1つ目は、薬剤の配送や服薬状況の把握などの手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、当該説明を行ったことについて記録をするようお願いいたします。留意点の2つ目、電話等を用いた服薬指導を行うにあたり、当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下を回避して、薬剤を適正に使用してもらうため、画面の A から A のような対応を行う必要があります。具体的には、A、必要に応じて事前に薬剤情報提供文書等を患者にファックスなど、送付してから服薬指導を実施する。E、必要に応じ薬剤の交付時、つまり薬が到着をした後に電話等で再度服薬指導等を行うこと。U、薬剤交付後の服薬期間中に、服用期間中に電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認等を実施すること。つまり継続的なフォローアップの対応です。そして最後に E は、A から U の対応で得られた患者さんの服薬状況などを処方医にフィードバックすること。これらの対応は、初めて調剤した薬剤についてと赤字で記載をしていますが、もちろん初めて調剤した薬剤でない場合についても、必要に応じて実施を検討してください。留意点の3つ目です。電話等を用いた服薬指導を行う過程で、対面による服薬指導が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えることです。前のスライドでもお伝えしているように、この対応については、調剤応受義務に違反するものではありません。
最後に留意点の4つ目です。患者のなりすましの防止や虚偽の報告の防ぐ観点から講じるべき措置についてまとめております。まず視覚情報のみを、視覚情報を含む手段を用いる場合は、患者さんは被保険者証により受給資格を、薬剤師は顔写真付きの身分証明書により本人確認をお互いに行います。また薬剤師は薬剤師資格を有していることを薬剤師免許などで証明をすることが望ましいです。また電話のように音声のみで対応する場合、患者の被保険者証の写しをファックスや電子メールで薬局に送付することにより受給資格の確認を行います。もしこれらの方法による本人確認が困難である場合、電話により氏名、生年月日、連絡先に加えて保険者名、保険者番号、記号、番号など被保険者証の件名記載事項を確認することで差し支えはありません。また虚偽の報告に、虚偽の申告による処方が疑われる事例などがあった場合は、その旨を必ず都道府県までご報告するようお願いいたします。次に薬剤の配送についてご説明いたします。薬剤の配送は患者さんとの相談の上、当該薬剤の温度管理なども含めた品質の保持、また確実に患者さんに授与される方法で患者さんへ渡すことが重要です。これに伴い薬剤の発送後は、当該薬剤が確実に患者さんに授与されたことを電話等で確認する必要があります。品質の保持に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、配送方法を検討したり、薬局の従事者が届けるなどをお願いいたします。患者さんの家族等に来局を求めるというのも一つの対応方法ですが、コロナ患者さんの場合などは、やはり接触者などの可能性もございますので、感染予防の観点から望ましくはありません。また下に記載している患者さんが支払う配送料や薬剤費などについては、画面の通りさまざまな支払い方法で実施していただくことで差し支えはありません。次に配送方法の留意事項について、令和2年4月28日事務連絡によって国から考え方が示されておりますので、4枚のスライドでまとめております。この事務連絡では、さまざまな状況に応じた対応方法が整理されておりますので、順番に確認していきます。まず、薬局が自ら薬剤を配送する場合や、患者さんの家族が薬局に受け取りに来る場合です。この場合は、薬局が状況に応じて適切だと考える方法で配送や受け渡しを行うことで問題ありません。ただし、先ほども伝えた通り、感染防止の観点から、患者さんやその家族の方には特別な事情がない限りは、薬局での受け渡しは行わないようにお願いします。次は、薬局が配送業者等に薬剤の配送を依頼する場合です。この場合は、あらかじめ配送業者に対して対応可能な配送方法の有無や、依頼時に必要となる情報をあらかじめ確認しておくことが重要です。また、患者宅の配送物の投函場所や、置き場所などを確認した上で、薬局が配送業者に特別な指示を行わなくても、配送業者が患者さんと直接接しない方法で配送が可能か否かによって、以降の A または B の手順で薬剤の配送を行っていただきます。赤字で記載している配送業者が患者と直接接しない方法による配送とは、郵便受けや宅配ボックスへの投函や、また指定した場所への置き配などが想定されています。またどのような方法を選択する場合も、患者さんに薬剤の配送後すぐ受け取る必要があることについては、事前に伝えていただくようお願いします。はい、ではまず A の手順です。これは薬局が特別な指示を行わなくとも、配送業者が患者と直接接触しない、直接接しない方法による配送が可能な場合です。具体的には常温保存可能な錠剤であったりを、配送するケースを想定しています。配送業者に依頼する場合に、A のような状況ではまずこちらを選択するようにして、
薬剤の配送先が自宅療養中の患者であることは伝えることなく、配送業者等に薬剤の配送を依頼します。この時、薬局は選択した配送方法で、配送業者が自宅療養中の患者と直接接触することがないことを必ず確認するようお願いいたします。また、薬剤の品質が保持され、確実な需要を実施する観点から、配送状況が確認できる配送方法を選択することが望ましいです。配送業者等は選択された配送方法により配送を行い、その後薬剤を速やかに受け取ったかどうか、品質に関わるような問題はなかったか、薬局から電話で確認をして、その際に必要に応じて再度服薬指導を実施してください。続いて B は、特別な指示等を行わなければ、配送業者が患者さんと直接接しない方法による配送が難しい場合です。これは温度管理が必要な薬剤や、郵便受けに入らない大きさの薬剤を配送するケースを想定しています。この場合、薬局は配送業者にインターフォンを通じた会話などで患者が自宅にいることを確認した上で、患者と直接接触しない方法により配送するよう指示を行う必要があります。B はここからさらに2つのパターンに分かれます。まず B の1つ目は、薬剤の配送先が自宅療養中の患者であることを伝えなくても配送可能な場合です。この場合、薬局は薬剤の配送先が自宅療養中の患者であることを伝えることなく、配送業者に薬剤の配送を依頼し、配送業者は選択された配送方法で配送します。薬剤の配送を薬局から患者に対して速やかに薬剤を受け取ったか、薬剤の品質等に問題がないかを電話で確認をし、必要に応じて服薬指導を実施してください。最後に B の2つ目ですが、薬剤の配送先が自宅療養中の患者であることを伝えなければ配送ができない場合です。この時、薬局は利用する配送業者について、患者さんの個人情報の管理体制が確保されていることを確認する必要があります。管理体制についてはスライドの3つの条件として記載していますが、まず1つ、自宅療養中の患者であることを知り得るものが必要最小限に限定されていること。2つ目、必要な場合を除いて関係者以外のものが当該情報にアクセスできないこと。そして3つ目、配送終了後、速やかに患者の個人情報が消去されること。これらの要件を満たす必要があります。薬局は配送業者の管理体制が確認できていれば、配送業者に配送先が自宅療養中の患者であることを伝えた上で配送を依頼します。配送業者は、配送先が自宅療養中の患者宅であることが関係者の中で分かるように、専用のシールを重複したり、備考欄に記載をするなど、あらかじめ社内で決めたルールに基づいて、配送先の情報が必要最小限の関係者だけで把握される状態で配送してもらうようになります。薬剤の配送後、薬局から患者に対し、速やかに薬剤を受け取ったか、薬剤の品質等に問題がないかを電話等により確認し、必要に応じて服薬指導を実施していただきます。以上が自宅療養中の患者宅に配送する際の留意点です。その他として補足的な内容になりますが、今回ご説明した0410事務連絡に基づく取り扱いは、かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局、また当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいとされています。その一つの理由として、状況に応じて対面で服薬指導を行うよう切り替えるケースが生じるためです。また0410事務連絡に基づく服薬指導を行う場合には、あからおに記載しているようなオンライン服薬指導にかかる内容について薬局の中に掲示をしたり、薬局ホームページに掲載するなどして、事前に医療機関、関係者、患者さん等に周知をすることが必要です。最後に参考として、日本薬剤師会が作成している0410事務連絡をもとにした対応フローがありましたので、資料に加えさせていただきました。実際にオンライン服薬指導を実施をする際には、0410事務連絡
をよく把握の上、こちらも参考にご活用ください。また、0410対応における配送料に関しては、前年度に引き続きまして、今年度も国からの補助金制度がございます。詳しい補助の内容や手続きに関しては、徳島県薬剤師会のホームページをご覧いただくか、直接徳島県薬剤師会までお問い合わせください。また、今回の説明会では、算定などに関する内容は含んでおりませんが、そういった保険点数であったりとか、という内容は四国厚生支局の方へお問い合わせください。以上で新型コロナウイルス関係のオンライン服薬指導ウェブ説明会を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。